ノーフォーク公爵夫人を及び第七代モードンと男爵、メアリー・ハワードは、イングランドの女性貴族、ピーター・バラファク・ヘンリー・モードンとの一人娘。1677年に、アランデルファク・ヘンリー・ハワードと結婚。1684年に、ヘンリーがノーフォーク公位を継承したため、ノーフォーク公爵夫人となった。ところが、翌1685年に、 メアリーの不倫が発覚すると、ヘンリーから別居を言い渡され、1692年に、ヘンリーが、浮気相手のジョン・ジャーメインに遺写料を請求する、裁判沙汰に発展した。裁判の結果、ヘンリーは、わずかな賠償金しか得られず、メアリーは1697年に亡くなった父の、借位の一つだった、モードント・ダン・借位を、相続、1700年にヘンリーと離婚してジャーメインと再婚。 1705年に亡くなった。遺体は、ノーサンプトンシャーのローイックにあるセペテロ教会に安置された。どちらの結婚でも子供が生まれなかったため借位は、重帝のピーターバラ博、チャールズ・モードンとが継承、土地はジャーメインが手に入れた。ありがとうございます。